虚構と閉塞感に包まれた世界、現代。大人たちは建前を気にしてやりがいを捨て丸く収めて背中も丸めている。若者たちは小型の電子機器と恋人になり、そこで社交辞令のいいねをし合い自分のライフスタイルを自慢する。人々の顔から本物の笑顔は消えた。そんな中、ある男たちが立ち上がった。奥田、水野、池島、彼らの名前はイキリッシュ。粋でスタイリッシュなものを発信し、世の中に本物の笑顔を取り戻すため。彼らの第一の挑戦はゲストハウスを作ることだった。粋な日本文化を発信するという理念も加わり、目標の開業資金500万円へ向け動き出した。しかし、事態は一変する。水野が信仰の詐欺に引っかかり、せっかく貯めた資金全額を失う。俺だけどさ。お久しぶり。金貸してくれない？お、いいよ。それやばいやつじゃない？え？窮地に追い込まれたメンバーは崩壊へと向かう。悲観的な池島は最新速攻狭くヤッフィーに出会い精神崩壊。そんな中、空回りする奥田が新年会をやろうと言い出したのであった。Hello, darkness, my old friend. 今日も人々は虚構の中で暇つぶしをしている。この世界は一体どこへ進んでいるのだろうか。誰も分かっていない。誰も分かろうとしない。人々が見ているのは現実だろうか、幻覚だろうか。ここに居場所なんてない。意味なんてない。ああ、この世は狂っている。いや、狂っているのは俺だろうか。違う、みんなだ。死ぬまでの暇つぶしをしてるだけなんだ。ああ池地聞いてる？え？今度新年会やろうよ。ああ、なんかやってみんな楽しませようよ。無理だよ、もうそういうの自分たちには。なんでそうやって諦めちゃうの？できるって。無理だよ、人も来ないよ。みんなの友達とかさ、知り合いとか集めれば絶対来るって。無理。俺もバーやるからさ。あ、そうだ、イケジアメリカでせっかく音楽やってきたんだから、みんなの前披露したら絶対集まるって。 Hello, darkness, my old friend. 俺アメリカで挫折して帰ってきたんだ。音楽なんて聞きたくもないのに、なんでこいつは俺の傷をえぐるようなことを言うんだ。金もないし、頭も悪いし、効率も悪いし、無理だよ絶対そんなの。確かにそうかもしれないけどさ、でもそんなこと言ってたら何も変わらないじゃん。そうなんだけどさ、無理だよ。俺たちイキリッシュじゃん。世の中明るくしてこうよ。 Hello, darkness, my old friend. 全くドラマかぶれなやつだ。まだそんなこと言ってんのか。新年会なんてどうせまたうまくいくはずがない。やろうよ、イケジ。俺はいいよ。おっかさん、本当何言ってんだろうね。やっぱバカだよあいつは。いまだに生きる人とかね。本当それバカだよ、本物のバカ。池地、おっかさんと一緒に新年会やることにした。俺にはどうしても水野が必要なんだ。水野は本当にすごい力があると思うよ。そうかな。今は過去の失敗引きずって才能が眠ってるだけなんだよ。まあそうだよね。失敗なんて成長するためにあるんだからさ、一緒に乗り越えていこうよ。そこまで言うなら一緒に新年会やろう。あいつやっぱすげえやつだよ。なんか男らしいっていうか、なんか女の勘も持ってるっていうか、まあ、とにかく池地一緒にやろうよ。いや俺はいいよ。え、なんで絶対。それからというもの、おっかずと水野はアホみたいに働き出した。ニートだった水野は倉庫でのアルバイト、おっかずはバーでの仕事に加え、深夜に新聞配達を始めた。新年会のための資金稼ぎだそうだ。新年会はさ、日本文化をテーマに。そうだね、これな。いまだに日本文化だとか言っている。正直何がいいんだ、俺にはさっぱりわからない。この前も二人で楽しそうに着物を買いに行っていた。
まあいいさ、俺にはヤッフィーがある。ヤッフィー！カシスに混ぜるとさらに効く。最高だ。イケジ、これ偶然友達からもらったんだけどさ。偶然もらうわけねえだろ。これ使って新年会でなんか歌歌ってよ。置いとくよ。本当に厚かましいやつだ。生きてるんだ。このままじゃ死んでるのと同じじゃないか。俺は別に逃げているわけじゃない。新しい何かを探してるんだ。パーティー会場をちょっと探してるんですけど。今度新年会やるんだけどさ、絶対楽しいから来てよ。最近のあいつらバカみたいに生き生きしている。イケチ、新年会やろうよ。教えてくれ、うん、何に向かってるんだ。いやちょっとすごい面白いから来てほしいんだけど。マジで来てよ、頼むよ。どうせこれも虚構の中の暇つぶしに過ぎない。ダメだ、場所見つかんねえ。バーとか行って毎日頑張ってるけど、その先には何があるんだ。俺はこいつらとは違うんだ。結局最後に待ってるのは無だ。二人はまだそれに気づいてないだけだ。今新年会やろうと思ってて、で料理を手伝ってもらいたいなと思ってるんだけど、オッケー？ありがとう。お、今日来れる？おー、ありがとう。そう、基本的にはそういう感じ。枝豆のペペロンチーノめっちゃうまそう、これ。味付けはこれはね、新年会っぽい。新年会っぽい。カルボナーラ美味しい？なんか普通にうまい。うまい。あ、いいね。カボチャがすごい美味しい。うん。良かった。あ、入れた。美味しい。うん。インゲン食べたいな。
あいつらばっかり楽しそうにやりやがって。新年会が成功したとこで何になんだ。まだあいつらは気づかないのか。どうせこれも今日この中で暇をつぶしてるに過ぎない。だいたいみんな気づいてないんだ。街を歩いても何も考えてないような面ばっかだ。何に向かっているのかも考えず、平日には死んだような顔して仕事をし、週末はまるで理性がないかのように酒を飲み、また同じ毎日を繰り返す。ああ、この世は狂っている。俺には居場所がないんだ。そうやって逃げてばっかりいていいの？は？俺知ってるよ。それいい加減やめなよ。俺はマジで池地と一緒にやりたいと思ってるから。マジでもうそういうのいいから。今の池地はそうやって言い訳ばっかでただ現実から目をそらしてるだけじゃん。この世界は狂ってんだよ。みんなわけのわかんない流れの中で死ぬまでの暇つぶししてるだけじゃん。確かにこの世界は狂ってるかもしれないよ。でもそうやって嘆いてばっかでも何も変わらないじゃん。じゃあおっかずは変えられるの？わからないよ。でもこの世界変えていくには戦っていくしかないじゃん。池地、お前は何のために生きてるんだ。このままじゃ死んでるのと同じじゃないか。立ち向かえ、立ち向かえ。どうせ無理だよ。一緒にやろうよ、頑張ろうよ。負けるなよ、立ち向かえよ。ヤッピーやろうぜ。やめてくれ、やめてくれ。ほらほら、ヤッピー、うるさい、飲め、うるさい。どうせ見られないでしょ。やめてくれ、この世は狂ってんだ。やめてくれ、やめてくれ。見ればいいんだ。うるさい、お前は出てくる。俺は違う、無理だよ。なんだなんだ、何もできない。違う、俺は違うんだ。だから聞きたいんだろ。もう分かってるだろ。立ち向かえ。立ち向かえ。立ち向かえ。もしもし、今度新年会やるんだけどさ。
本当お願いします。本当にお願いします。お願いします。お願いします。ここが最後なんです。本当にビルコートとか履きます。そうです。ありがとうございます。はい、おっかず、会場決まったよ。マジ?40人集まったよ。え、本当？ついに今日という日が来たね。来ましたね、うん、ちょ待って、ケーキ漬けに一杯行こう。いいね、いいね、一杯飲んでこう。酒のもんぜ、酒のもんぜ、それそれのもんぜ、うん、自分たちが楽しんで。そうだよ、本当に酒ないな。酒酒探検隊、酒酒探検隊、酒酒探検隊、酒酒探検隊が、それ酒酒探検隊と。おお、ちょーよい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 、はいはい、お待たせお待たせ。おお、まあ、そうですよね。はいはいはい、はい、ではおっかずお願いします。二人とも今日までよく頑張ってきてくれた。本当に感謝してます。で今日はね、もう来てくれる人を目いっぱい楽しませましょう。乾杯乾杯乾杯。はい、やべえ、これアルコール強くない？確かに。